続きまして、チャンピオン田村芳子選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。本日の第1試合、全日本ジュニア選手権試合、20分一本勝負を行います。ラボナー130番の椎名優花。ラボナー110番の田村さあ、オープニングマッチです。全日本ジュニア選手権試合20分一本勝負、チャンピオン田村芳子対チャレンジャー椎名優花の、シングルマッチということになりました。さあ、まずはいきなり引っ掛けていったのが椎名の方であります。さあ、今日3度目の防衛をなんとか果たしたいこの田村。まずはあのリングに上がってきた時の椎名選手の表情がとっても良かったですね。あのプロレスラーっぽいって言ったらおかしいですけど、はい、小川さん、はい、椎名当然ですね、期待の、まあ、時代を担 う、はい、フレッシュマンなんですけれども、椎名ですね、負傷、はい、明けの第一戦です今日は、はい、そうですね、2ヶ月以上休んでましたから。どこ怪我して？足ですね、はい、ですんで、あと年齢的に24歳とジュニアもうこれでチャンスあんまりないですから、はい、もう今日は張り切ってると思いますね。まあ、椎名の場合はこれは順調にいってればアサリと同期というか、そうですね、はい、ことですよね。今日はもう速攻勝負だと思いますよ、両者とも、はい、まあその実は、アサリの返上によってこの田村が全日本ジュニアのベルトを巻いたわけですけれども、まあ椎名としてもそのあたり、なんとかアサリに追いつきたいという気持ちもあるでしょう。当然ここはベルト奪取、これはもう必須課題であります。この椎名、田村のそれこそさっき小川さんが速攻勝負とおっしゃいましたね、はい、速攻ということになってフォールの取り合いになると、この田村って選手は相当強いんですよね、レスリングは。なるほど、そうですよね。田村今2回連続防衛でもうこのクラス一応無敵と言われてますからね、はい、また比べてみますと体つきやっぱり二回りぐらいみんなより大きいというか、うん、厚みが出てきてますよね。さあ、その田村を今リング中央キャメルクラッチで絞り上げる椎名、まあ、プロレスラーっぽいムードでは椎名が、まあ、椎名が勝っているのはその辺だけかなというような、うん、こともあるのかもしれないですけれども、レスラーっぽい雰囲気は確かに身につけてきてますよね、うん、椎名の動きはシャープですよね、やっぱり。あ、田村あと負けない王者ですからね、はい、はい、そうするとやはり椎名は、まあ、スピードあるいは切れ味でこの田村をなんとかですね、田村自分のペースに椎名ね引き込んでいきたいところでしょう。さあ、ロープに振って田村の重厚感のドロップキック、胸元にヒットした、もう一発、3連発であります、4連発いった。やはりこの辺りが起きながらなんか足が弾んでて次のドロップキックの体勢に入ってますもんね、さあもう一度、さあこれは素晴らしい角度でヒットした。あと田村顔面も狙ってきますからね、相手も本当に注意しないと一発で伸びちゃう可能性もありますよね、はい、あ、苦しい表情は椎名。あと、ここはここからが強いんですよ、ぐいぐいと、これは横四方、縦四方のような形になって上四方みたいな、ね、はい、感じですね、ぐい強引に抑え込もうという田村。でもダメだと思ったら今外してもう一回技ワンクッション置くというところありましたよね、うん、はい、田村選手が試合運びにかなり成長の後が見られるというか。なるほど、そんな気がします。ここでローリングしてのね、ローリングの首をのじありますね、はい、さあその田村、このクラスでは負けなしの田村が横綱相撲を見せるのか。きっと田村選手、この表情を見てると下田美誠みたいなタイプになるんじゃないですか。ははは、そういう方向ですか。方向、うん、ほら、なるほど、ね、やっぱりその顔にちょっと出てくるでしょう。いい表情してますよね、プロとしては、はい、無表情だったんですよね、はい、前はね、まあ、なかなか新人の頃からね、この表情というのはなかなかこうできてこないものなんでしょうけれども、やはりこの、まあ、ジュニアのベルトを巻き、ね、何度も試練を乗り越えてきたということがこの表情にも表れているんでしょう。
田村よし子、さあ堂々の3回目の防衛なるんでしょうか。全日本ジュニア選手権試合、さあ赤いコスチューム田村、何ですかね、口鼻ですか。そうですね、ちょっと切っているような感じにも見えますが、フロントなかなかしぶとく持ってますね、はい、おあっとローリングしてのフロントチョークスリーパーか。今椎名が多少足をかけたんですよね、はい、で倒れながら、じゃあそんならそうだって感じで、倒れ込みながら足をはず、首を外さずに、はい、もう一度このポジションに持ってきたっていう感じ、ね、逆にこれはですね、あだとなりましたね、椎名が足をかけたことで、ぐいっとフロントチョークスリーパー入ってしまったような、そんな一瞬でありました。さあおっ、これはうまく切り返していった椎名、髪の毛を掴んでエースバスター、もう一度行くのか、もう一度行くのか、ぐるっと回ってフェースクラッシャーであります。あ、このフォール行きますね。あと強引にフォール、しかしカウント1でブリッジ、おっうまく、お両肩をなんとかつけていこうという、まさにアマレスの攻防であります。はい、ついてますよ。危ないぞ危ないぞ、はいはい、田村危ない、おっと危ない危ない、ここはブリッジでよく返していくか、やはりこの辺り、はい、肩の抜き方というか腕の抜き方がものすごくうまいですね、うん、田村。そうですか、何か前場イズム爆発ですね今のね。あーちょっとこれはバランス崩しましたね、チャンピオン田村、はい、この辺り精神的に動揺がなければいいんですけれども、これは失敗してしまったチャンピオン、ここまではまあ五分五分といった攻防なんですが、ここへ来て椎名が一気に攻め込んでいくのか。おっと顔面をはたいていった、上から顔はたかれて痛いですよね、あれは痛いですね、まあ、痛いっていうか、まあ当然なんですけどね、はい、もちろんね屈辱的なね張り手ということになりますね。あもう一度チャレンジしてセカンドロップからローリングクラッチホールド、どうかカウント2、さっきもこれ狙ってましたよね、はい、フォールに行こうという気迫が見られますよね、はい、さあロープに振ってもう一度ドラップキックは顔面、さあ顔面顔面、バネのある田村の右足が確実に顔面をヒットしている。今度は胸元、もう一発いった、もう一発いった、この辺り、あー強烈顔面カウンター気味に入っていきました。この先端串出しですよね今の、はい、うん、やはりこの辺り体格差をものにものを言うのか、重量感抜群の田村のドロップキックアーッとカウント3、やっぱこの肩に入ると田村非常に強いですね、はい、いやしかし最後は、まあ、田村らしいと言いましょうか、強引にですね、椎名のブリッジを力で押さえ込んだような形になりましたね。いやいや勝利への執念が上回ったのか田村。田村はこれ鼻ですか口ですか切ったことによって結構感情的になってましたよね。あそのあたりが試合にも影響したんでしょうか。やはり小川さんのおっしゃった通りかなり短いタイムでの決着ということになりましたね。そうですね、やっぱりだらだらやっぱりやってますとね防衛できないですからね、はい、田村も、はい、さあ一方負けた椎名、キャンバスを2回3回と悔しそうに叩き、そして青コーナーから今、アサリに何かね、指示を受けておりますけれども。